はい、おはようございます。今日は唐沢高専に来てます。先日買ったこの新しい3シーズン用の靴で、行っていきたいと思います。3シーズン用なんでちょっとあんま無理せずに、行きたいなと思います。途中ね、もう足がちょっとやばいなと思ったら引き返してこようかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、今日はクレイリヒッテでエティングだけ目指したいと思います。ということで、こちらは左ですね。はい、行ってきます。意外と滑らないで進んでいけますね。今アイゼンつけてないんですけど、とりあえずヒヤッとするようなところはない感じですね。
高山峠到着です。これを右折ですね。昨日かなりの雪が降ったということらしいんですよ。雪が降って、ね、ほんと冬靴の12本アイゼンじゃないとちょっと厳しいかもしれないですね。今装備3シーズン用の靴のチェーンアイゼンだけなんで、ちょっと無理しないで本当に行きたいと思います。無理しないで行ってきますね。はい、天気はいいんですけどね、雪崩も心配ですね。もう気温が3度ぐらいあるんで、無人帯抜けて、まもなく骨歩きですね。結構すれ違う人みんな夏靴のケアイゼンで行ってるらしいんで、自分も何とか行けるところまで行ってみたいなと思います。降りるのね。チャンネル名変わって初めての登山、となります。今東天狗岳頂上ようやく着きました。結構タイトですね。途中道間違えたりとしましたけど、なんとか、無事に着くことができました。本当はもう装備はもう冬靴の方が全然良かったなと思います。安心して登れるかなと思います。
ちょっとピッケルもなしで来たんで、ちょっと本当帰り怖いなと思いますが、ちょっと動画の方は今日ここまでにしたいなと思います。それでは、次の動画で、お会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあバイバイ。